更新できなくてちょっとドタバタしてて、ドタバタバタバタしててドタバタはしてない。そう今日もそうだから、そう仕事前なうだって、そう今日はそうなんかね、今日ねなんかミキタンのお母さんがあのチョコレートをねくださったのだけど、そのチョコレート食べながら配信しようと思ったんだけど、あのバッグの中に入れっぱなしで忘れてきちゃったでも後で美味しく食べたいなと思ってます。ミキピンクしか買ったんです。公園ありがとう、あありがとうございます公園。そうピンクしか買った、そういろいろ伝えたかったけど10分くらいしかやなさそう。ぜひ感想を聞かせてください。ミクロン大好きありがとうございます。こんばんは、こんばんは、あ公園ありがとうございました。この間よかった、おめでとうって口パクだけ伝わってよかったです。ジェラピケはアイドルへのプレゼント、アイドルっていうか、まあ、女性のプレゼントで基本。ミキタママいつもチョコ、なんか結構なんか大事な時にくれるというか、以前もくださったし、そうスケブ、あ見えたよ、あのねこの間リカちゃんのファンの方が見せてくれたあのワズってやつは見えた。で帰りも見えたよ、ひよこさんのことでしょ。そうチーズフォンデュにチョコつけちゃいたい、もうそれはチョコフォンデュね。こんばんは、あこの間公園来てくださった方かな、違うかな、ありがとうございます。25日本当にありがとう、こちらこそありがとうございました、おめでとうです。スタバやなんとかフラプチーノ見ながら、あ本当にこの間5人でスタバ飲みに行った、そうかわいいジェラピケ、結構ジェラピケ着るとさちょっとなんか彼女感増すことないまず見えたの、見えた見えた、頑張って見てた、そしたら振り間違えた振り間違えた、2回も振り間違えた。そうそう声に入れないとミクロン不足、公園ね次2月だもんね、なんか登録出てるみたいだけど、昨日かなミキタンかなんかが言ってた、今日かな言ってたよミキタンかなんか、違うかな、最前列あね、コロイシとか目の前だった気がする。そう天一と年少トリオって書いてくださっててね、ありがとうございました。あ今来た、結構なんか来るさ速さ早いよね。そう振り間違えた、残念。あくまさんありがとうございます。え申し込み忘れたの、ダメじゃん、会いに来れないじゃん。ミクロしか買った、ありがとうございます。しかもめっちゃ笑ってたしね、あれ生まれて初めての公演、あそうなんだ、生まれて初めての公演だったんだ、嬉しいねそれ、生まれて初めてのさあの公演を推しが見れるという。20月、え公演当選者って、ぜひお会いしましょう。ひよこさんからの伝言しっかり見えました。でもねあれはね本当にね振り間違えないようにしないとって感じ、私結構本当にファンの方見つけて目合わせてる時に振りを間違えがちなのでかわいい、ありがとうございます。よき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 のスケブ見えましたか、あのお見送りかな、お見送りかな、何々しましたって欲しいなって、3月の特会前にまた来られたい、そうだね特会あるからね。こんばんはこんばんは、とか一番初の席でも私は見えたよ、頑張って、まあ一番前で踊ってたからねあれは、ごめんなさいだって、え何が何がみくん、こんばんは、モーリーファンタジーのモーリーファンタジーって何ってね喋ってた昨日かなんか、昨日5人でゴンチャを飲んだんですけど、そうゴンチャ飲んだ、なんかタピオカ飲みたくて私、でもなんかタピオカ飲みたいねって話をしてた、なんかミキタンも飲みたいっていう話でそう頼みました。なんだかんだ DMM 初めて見たんですけど、
ドントディスターミクロめっちゃスコでした。嬉しい、初めて見たの、意外。なんかヤッホー、あジェラピケ来てます、ありがとうございました。お手紙も、そうファンの方でね、あのエゴさんの生写真またくれたの2枚嬉しかった。あれめっちゃ可愛い、あの衣装のエゴさん特に好きで。そうゲームセンターの名前でもな、行ったことないんだよね多分。なんか多分行ったことないと思う。ゴンチャ、ゴンチャの私とミキタンとリカちゃんは黒糖ミルクティー、黒糖ミルクティーかなんかで、ミオタンはなんだかな、なんかフルーツ系のやつにナタデココだった気がする。で石津はミルクティーにナタデココだった気がする多分。ご飯食べに行った後、あずちゃん、あまた読んじゃった名前。みんなコメントに名前書くのはずるい、読んじゃうから本当にごめんなさいファンの皆さん、読んじゃいました、ごめんなさい、許してください。ずっとのろけてた、愛されてるね、本当にありがとう。何言ってたのか分かんないけど嬉しい。黒糖ミルクティー、黒糖ミルクティー美味しいよね。でもなんかその前にみんなでコンビニ行ったんだけど、だからあのめっちゃお腹いっぱいだった。名前呼んじゃった、もうごめんなさい。え全然、私がついつい読んじゃっただけ。なんか今月、今年入って3回目ぐらいそうやってコメントでファンの方の名前呼んじゃうの、ごめんなさい。友達が2月の子当てたみたいで、19歳初なのでミクロに釣られていただきたい。2月6日どこの席か教えて。まだ誰推しかとかないのかな、それなら私のファンになってもらおうってアナンしか勝たんとか言ってました。それはないわ。ちょっと手紙にもあんなにミクルンが一番って言ってたのに、そんなのない。生のミクルン、なんかすごいさ、生ミクルン可愛いって言ってもらえるの嬉しい、ありがとう。そうあの涙袋のね、あの私がアイシャドウの話したと思うんだけど、特別に見せちゃう。私の最近この買ったアイシャドウこれなんだけど、わかんない、なんか写りどうだったってママに聞いたんだけど、なんかそんな変わんなかったよって言われたので、きっと自己満なんでしょうねこれはね、6日の次はいつなのか分かりませぬ。そうなんか今日あれ見ようと思ったの、アナンしか勝たん。でもいいよ、アナンちゃんは私には優しいから、まあコンビだったらいいけど、推しは私ねそう誰だよ作ったやつ、あなたでしょ明日6時ぐらい、明日はでもね、最近みんなドタバタしてる、ドタバタはしてないって、だからみんなバタバタしてるから、10期みんなだからちょっとあれかもね、ショールームとか。そう久々スタイルナンダの 3C のアイシャドウです。ミクロしか勝たん、手紙にもだって書いてたじゃん。今日さすごいあの汗かいてさ、あの前髪もオワコンだったの昨日も、だからモバミに前髪の研究します言ったんだけど、本当にちょっと切っちゃったからなんかちょっと成功しないんですよね。いつかは最前列、でも最前列ってなんかどうなんだろう、映りいいのかな。マジで10期生スタートの子なので第一印象でミクロンと言ってほしい。本当に、じゃあ席教えて、決まったらその人、じゃあもうピンク赤ピンクのサイリウム振ってきて、じゃ手紙愛溢れすぎた、字上手だよね。ミクロンしか勝たん、ありがとう。バラン姉妹、何バラン姉妹って、バラン姉妹って何、知らない。休憩がもうすぐ終わってしまう、じゃあメロンパンやっといてあげるよ。メロンパン、もうなんでメロンパン食べちゃったの、これで頑張れるお仕事そうなんか今日の配信はなんかこの間の公演でも見ようかなと思ったんだけど、なんかいつも配信で言ってるけど、なんかカメラマンさんが一緒だから映るとこが分かるって言ったから、結構カメラ目線してることが多いんですけど、皆さんお気づきですか。
チチちゃんチチちゃんパチパチありがとうパチパチ可愛すぎるね会社は抜け出さないで。あ、そうなんだ、バラン姉妹ってそれなの。そう、なんかメールにも書いたんだけど、今日なんか私が一人で資料見てたんですよ。そしたらなんかアナさんがトコトコって来て、私の隣にちょんって来たの。遅れた、あ、こんばんは、生写真ありがとうございます。お手紙も生写真もありがとう。ロッカーに追加でちょっと追加飾ろうかなって思ってる。 DMM スタバで見てた25日。本当にスタバになんかよくいるね。私もね、スタバの新作今日の出たじゃないですか、飲みたいんだよね。あ、パソコン開けたらアニメ見られてる。妹がパソコン勝手に使いました。え、なんかさ、あ、そうで、アナちゃんの話追加で話すね。で、ちょこって来たりとか、この間の公演前も、まあ幕閉まってるからファンの方には見えないじゃん、裏の。私たちがステージ立ってる時とかって。で、みんななんか結構振り確認したり、ジャンプしたりとか、ちょっとこう体伸ばしたりしてるんだけど、アナちゃんがこうやってやってきたから、こうやってやったの。それは隣ミキションなんだけど、ポジション。ミキタンがこうやってやったら、アナちゃんこんなスレスレのとこでスルーしてた何のアニメ見てんの、わかんない、ネットフリで見てるから。エゴさんのチョコのお返事、え、来てなかった。え、そう、来てなくて、なんでだろうと思ったんだけど、まだ来てないだけかな。ちょっと今日もう一回見てみます。昨日かなんか一昨日にメールの返信見て届いてなくて、そう、アナちゃんとミクロ、え、仲いいよ私。しかあんちゃんはいつもあの5人の中だとみくるちゃんが一番好きだって言ってくれるけど、たまに私が変なテンションで絡みに行くと、なんかって顔で見てくるから、ごめんねあなんちゃんっていつも言う。そう、可愛い妹みたいな。もう身長も、え、でもあんちゃんとは10期の中だとどちらかといったら、なんて言うんだろう、一緒の曲のことが多かったりとかするじゃん。だからそういうタイプです。だからアナミクルン注目してくださいまあアナちゃんはなんかミレアちゃんと一緒に、まあ、燃焼っていう意味もあってさ、あれかもしれないけど、私とも仲いいんだよ。私もミクルン本当に、なんかモバメ登録、え、なんかさ、あのトーク会1枚作撮ったって言ってたじゃん。わかんない、テンション苦手っていうか、なんかってこういう顔で見てくるだけだけど、可愛いやつですわ。そう、ガラスの選びも一緒だったし、結構一緒。あ、待って、あ、びっくりした、ダーズのホワイト、やっぱホワイトチョコが好きなのかな。やっぱ好きですよねホワイトチョコ。やっぱホワイトチョコ、ありがとうございます、聞いてくれて。エゴさんもコメントして読んでくれたのね。ミクナにする、ちょっとアナちゃんに言っといて、ミクルンとのコンビ名何にしますかって。でアナちゃんの決めたコンビ名でいいよって言っといて。やっぱり2つ違うから、アナちゃんとはお姉さんなので、私の方がちょっとそこはお姉さんらしく。トーク会もありがとうございます。モバメちょっと本当に最近モバメもさあれで申し訳ない。昨日は久しぶりにミキタンとのツーショット載せれたんですけど、え、でもなんかアナちゃんは結構面白いとこあるから、え、じゃあ私は今からこの間の公演のアーカイブを見るので、よかったらあの違う端末で見れる人一緒に見ましょう。じゃあ実際私あの夜見たんですけど、次の日あのてかまあやることが多いので、あのちゃんと見れなかったので、ちょっと今から見たいと思います。え、なんか、え、そうなんだよ、言うて2つなんだよ、かのんちゃんなんて1つしかないから年齢差。そう、むしろなずっと仲いいリカちゃんの方があれ4つぐらい離れてる。そうそう、昨日
じゃあ私が今から DM、 なんかさ結構もう人集まってきたから、あのあれなんだけど、なんかすごいさファンの方が、あの1015不仲なのとかさ、なんかみくるんレッスン来てないのって結構書いてたから、なんか全然違うよってそう言いたかったの配信で。昨日のこうありました、25のやつをね、端末一つしかないからミクロ見るね。僕の打ち上げ花火でさ、目の前だからさ、目の前でしたよね。そうなんかさ、モバメの返事今日470、ちょっと待って見えてないかも、ちょっと今日の夜見ます。別仕事だったんじゃない、うん一緒だよ今日みんなと。昨日天一行ったよ、天一ね、今ハタハタのシーン来たアーカイブ、みんな一緒に見ましょう。今おばあちゃん流れてる。そうなんかメールでさ、そう全然5人とは一緒にいたんだけど、私が今日先帰っちゃっただけで、全然あの変誤解しないでください皆さん誤解しないで。かわいい、あかわいい、ありがとうございます。やっぱりさジェラピケっていいですねもこもこでかわいい。そう今日たまたまあれだった、たまたまお仕事っていうか、まあさみんなでいた時に今日チーズフォンデュ食べたいなと思って、で夜ママになんかご飯何って、そう帰っただけ、うん帰ったの早かっただけ、5人で残ってたんだけどちょっと今日は先に帰っちゃっただけ。そうだからあの全然勘違いしないで。5人が不仲になることはきっとないと思うっていう話は前もした、5人でなんか不仲になる時ってあるのかなみたいな話になった時に、なんか私、まあ、年齢も違うからさ結構で、まあ5人で奇数だからあれなんですけど、あの多分5人なんかその5人で飼ってる時にきっと私たちが不仲になる時はなんか価値観が合わなくなるか方向性が違ってくるかのどれかだねって話をしてたからそうでも不仲になってもそれをそれが分からないようにしないといけないの仕事だから、でも一生ないことは確実だからみんな心配しないで本当に。そう残ったようにあれでしょ、あのメール交換してたし、なんか私がグループに送ったの、なんか送ったメールでって聞いたらなんかミクルに会いたいって送ったって言ってて、だからなんかファンの方がすごいなんかあれでって話をしたら、なんかメールをみんなで交換して送り合ってたからって言ってた、でミクルンがいなかったからミクルンに会いたいって書いたって言ってたけど、いやあったじゃんっていう話なんだけどそう、大好きミクルン大好き、ありがとうございます。そうでご飯行ってるんだよね、何食べてんだろうと思って、でもなんか話してたんだよね4人がなんかご飯の話、仲良しだからって、まあでもほとんど一緒にいるけど、まあ何明日中京スポーツ、あ何エゴさんなの、リカちゃんのとこにミオタンから来てミクルに会いたいって来た、いやあったやんっていうね、今日全然ずっと昨日も一緒におったやん、毎日一緒にいるじゃん合ってる合ってる、全然あのなんか全然あのお仕事にちゃんと行ってます、休んでないです。エゴさん乗ってんの、エゴさんみたい、全然毎日一緒にいます。
それはまあ5人なんかあれだけど、気にしないでください。皆さん心配しなくて大丈夫よ。今いつでもよっしゃ青春ガールって言ってます。なんかやっぱり髪の毛伸びましたよね、すごい言われた。ミキタンとかね、リカちゃんにミクロめっちゃ髪伸びたねって言われた。この間久しぶりに会った時、そんな短期間で髪の毛伸びると思ったもん。であとなんかアーカイブ見て思ったのが、なんか言うと背中じゃありませんけどって、あの移動しながら歌ってるじゃないですか。え、前髪1ミリとたりともずれていないことが私はびっくりして、あ、こんなに前髪固まってんだ私って思いました。そう、すごいなと思った。ミクの横顔がめっちゃ、あ、待って、横顔あんま好きじゃないんですよ。定位置ファイブでは何担当、星担当ですか。だって何担当だろう。なんでそんなん可愛いの、ありがとうございます。ショールームの写りがいいのでいいだけです。何時まで配信よって、え、わかんない、全然。あ、時計がどっか、なんか妹が部屋に入って、なんかがすごい散らかしてるんですけど、皆さん助けてください。え、でも多分公演を見に来てくださってる方は多分ミクルに全然前髪崩れないねって多分思うと思う。ちょっと今何が流れてるか聞こえなかった。めっちゃ荒らされてる。なんかもう全然元の場所に何もないし、なんか落ちてるし、もう本当にさ、さっき怒りました。アーカイブ定点、アーカイブは定点で見れ、定点バージョンは見れないので。本当に前髪ずれないよね、怖いんだけど。え、でもなんかレッスンの時もキープしてるんですけど全然崩れるのね、髪の毛。なのになんでこんな本番崩れないんだろう、怖いですね。やっぱエアで、リカちゃんはケープしてなかったりとか、あと巻いてなかったりするからね。もう私はあのもうカーラー巻いて、でもなんかケープしてる時にリカちゃんが隣でなんか、めっちゃケープ振るやんって言われて、え、全然まだ序盤だよと思いながら、ちゃっちゃっ、この日はでも特に何もなかった。怖いマジック、え、でもそう、なんかレッスン中もでもなんかもうレッスンはマスクだからメイク崩れちゃうじゃん、だからファンデーションをしなくなったんですよ。そう、ファンデーションせずにアイメイクだけしてレッスンに挑んでるんですけど、やっぱりね、アイシャドウとかがやっぱり落ちてきちゃうんですよね、涙袋のラメとかが。だからなんで公演こんなにあれなんだろうと思っていつも言ってます。でも青春ガールってあんまり激しい曲じゃないじゃないですか、頭をこんなワッサー振るわけでもないし。だけどこれから頭振るような曲とかだった時にさ、前髪どうしたらいいんだろうっていう悩みがある。こんばんは、あ、こんばんは、ありがとうございます。ケープに序盤中も、そう、え、まだ最初少ししかね振ってないよって言って、でメイクさんに、ヘアメイクさんとかに、なんか振りすぎですかって言ったら、うんって言われたけど、私は落ち着かないんですよ、振らなきゃ。今日はでも崩れたから思ってた時に、あのさっき家帰ってきてもこの配信する前にあのもう一回巻き直してケープはしてないんですけど、やっぱこうやって頭振っても崩れないんだよね。うん、小槌とかやっても多分崩れないと思う。ほら、あと編み込みしてるからさ、この辺の髪とかは振りすぎない。え、めっちゃ振ってると思う、多分。ちっちゃいやつとかね、前髪にアイテープあるんだよ。え、なんかさ、りかこちゃんが言ってたよね、でもなんか白くなってくるよって言ってた。いくつになってもやばいよね。ケープしてないよ今日、あのお昼頃にケープを振っただけで、今はケープをしていないので。小槌のギフトなくなったの？じゃあもうリカちゃん小槌できないじゃん。バラはある？バラはの子、リカちゃんめっちゃ好きなんだけど。いいいい、本当に飛んでるのに前髪がもう
すごいですね。それはこの石踊っても崩れないと思います。アイプチ買おうかな。じゃあバラは任せろ。ちょっとバラのリカちゃん好きだから。あ、正月限定なのね。え、今ラブラブラブってやってる。じゃあそこまで飛ばすね。ビーチサンダル始まるまで。あ、始まった。ビーチサンダル。ビーチサンダル。メロンパンのギフトない。メロンパンはさすがにないかも。え、あのさ、この GG ってやつあるじゃないですか。昨日この間の公演のみおちゃんのファンの方かな、あのうちわにね GG って貼ってあったの。そう、あ、自分のパート終わってた。今9分11秒。あ、めちゃめちゃ進んでるね。あ、ちょっとみんなにねこれ言いたいの。あのビーチサンダルでさ、2番愛のビーチサンダルって作るじゃないですか。その後3人歌うじゃないですか。私結構そこお気に入りだから、ちょっとこれからの公演見てほしい。この間も言ったかな。本当になんかみおちゃん細いね。かわいい。なんか軽やかに見えるダンスが。あ、台風、今台風のシーン。グラムが、そう、グラムグラムがねうちわに貼ってあったの。一番後ろの方の人かな。あ、幼すぎて。この愛のビーチサンダルが終わった後ね、結構好き。ちょっとなんか自分に寄ってる感ある、私のなんか恥ずかしくなる。許せなかったの時ね、私罰作ってるんですけど、さすがにそこはちょっと映んないから。今ちょっと待って、今9分38秒とか、今10分42秒君星始まり見てます。あ、ここは私とアナンちゃんのパート。君星の最初は初めて歌うんですよ。12周年の時もここ歌ったことなくて、初めて歌うパートなんですけど。石津ね、私髪の毛短い方が好きなんだよね。みきちゃんも。君星さ、この手めっちゃ綺麗なんですよ。あの画面止めると、りかちゃんがなんか送ってきた、めっちゃ綺麗って。そうだよ、ミクロンしか勝たん。ありがとうございます。え、すごい髪の毛綺麗に見える。すごいんだけど、もうなんか普段のレッスンしてる時の私を見たら多分全然違うと思う。前髪もわさわさやしでも本当に髪の毛伸びたなと思うんですけど、切りたいんですけど、なんかね切って後悔しちゃいそうな気がして結局切れないんですけど、でもやっぱりなんかありがとうございましたとかさ、お辞儀とかした後にやっぱ髪の毛気になっちゃうから。どうしたらいいんですかね、結構悩みなんですけど。ビーチサンダル終わった、タイムラグあり。私は君星の2番でミオタンと歌っています。あ、でサビ入りました。レッスン場でなんかね、そうだね、なんか前髪綺麗な日もある、調子がいい時は。着る前の後悔しそうな感じ。そう、なんかロングの時はロングでショートにしたいなと思ってショートにするんじゃないですか。そしたらなんか切らなきゃよかったって後悔を8割はしちゃうので。そう、あ、今あれ乾燥入る、
チャンチャンチャンチャ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 でもなんか普段あの全然お仕事とかじゃなくてどっか出かけるときに髪の毛巻くときはやっぱ絶対ロングがいいと思うんですけど、難しいですね。私ミレイちゃんの髪の毛が巻いてみたい。巻き替えがありそうな長さじゃない？巻いたらめっちゃ可愛い。絶対追いつきました。あ、追いつきましたか。いつの公演？この間の25日、1月25日の公演見てます。あ、そう、ファンの方でなんかリカちゃんが使ってるマスクをプレゼントしてくれたんですけど、ここ最近、最近とか昨日とか今日とかマスクつけました。リカちゃんと一緒のマスクでレッスンってかなんかお仕事してます。イエーイってとこなんですけど、私は MC は見ないのであの節だらの夏に行きたいと思います。みれちゃんが喋ってる時に前髪直してる。本当に鏡が欲しい、踊ってる時も。探してみ、探してみてください。あ、自己紹介してます。私この日の自己紹介ものすごく語彙力なさすぎて申し訳なかったです。あ、バラありがとうございます。バラの花束ありがとうございます。あれ、ファンはすごいあれつけ心地いいし、なんか肌荒れしなさそう。なんか普通のマスクでたくさん汗かいてると肌荒れするんですよ。でリカちゃんとかって特にすごいマスクとかするとあの肌荒れするんですけど、だからすごい。こんばんは、こんばんは。衣装にね鏡挟みたい。本当にあの誰だっけ HKT のコージナさん、コージナわかる？なんか選抜総選挙の時に鏡挟んでてさ、毎回鏡見て可愛いって言ってるの見て、あの見てた。だから、え、衣装に鏡入るんだって総選挙見てた時に思ってた。あ、そう、ジーナさん、そう、可愛いですよね顔。鏡なんかさ挟んで青春ガールズ出てさ落として割ったら大変。あ、しだらの夏始まります。鏡貼ってくれる？鏡あったらすごくありがたいかも。あ、しだらの夏始まりました。ちょっと待って、鏡ね。私だけなのかなこんなメンバーで髪の毛。あ、でもみおたんはね絶対櫛で解いてる。あ、この日もウィンクがうまくいってよかったです。毎回ウィンクし終わった後両目つぶってなかったかなってねすごく不安になるんですけど、この日も大丈夫でした。ちょっとこれから怖いもんね、両目つぶっちゃったらめっちゃダサくない？みおちゃん、え、その話していいかな。みおたんいいかな、わかんない。みおたんに許可取りたい。この話していいっていいかな。前髪の話してました？なんかモアメかなんかでしてたなら話してもいいかも。ピンクめっちゃ良かった、やったー。ハートが見える、本当にピンクしたハート見える。私個人的にあのバージンだってこうやってやってる時にあの映されるの結構好きです。
本当になんかね、あのみおたんこの日なんかあのみおたんは普段前髪自分でやってるのかちょっと分かんないんだけど、あのこの日なんかメイクさんかなんかにやってもらったんだよね前髪を。そしたらなんかすごい巻かれちゃったみたいで、でもなんか研究生だから私たちそういう髪の毛をなんかちょっとなんかここ直したいなと思ってもなんか直しにくいじゃないですか研究生だから。なんかもうだから私もこの日すごい編み込みが緩かった気がしたんですけど、なんかやっぱ編み込みって時間かかるから、なんかもう一回やってもらってもいいですかって言えなくて、なんかピンしてめっちゃごまかして、まあ結局あの取れなかったからよかったんですけど、みおたんもなんか本当はここなんかいつも触覚があるんですねみおたんって。で髪の毛もストレートなんですけど、この日なんか内巻きに前髪巻かれて触覚もないっていういつもと真逆のヘアスタイルですごいなんかわーって言ってたんですけど言えないからって言ってこのまま出てました。結構短かったよね。そう切ってないのみおたん本当は。そう緩かったのでもさ言えないじゃん研究生の私たちのこの立場だと。そうだから何でもあれまああれなんですけど、私たちはちょっとでも研究生でも言える人は言えるけど、私とか私たちは言えないです。あミキタンから LINE そうチョコありがとうって言ったらいえいえって来てます。そう切ってないの、切ってないんだよねそれがめっちゃ気にしてた。もうずっと櫛でこうやって伸ばしてた。なんか短いなと思って、だからみおたんになんか今日前髪お前だよって言ったらなんかシーッとか言ってあ一番最後今節だな。メイクさんって日によって違うの？え、なんかこの最近はずっと一緒なんですけど、まあでも本当にメイクさんによって、なんか内巻きですって言っても本当にがっつり巻く人もいれば、ゆるく内に入れてくれる方もいたり、本当になんかそうアイシャドウ通りの髪型じゃないといけないわけじゃないですか研究生って。そうだけどなんか触覚とかちょっと出すのもダメっていう方もいたり、ちょっとなんか触覚を出してもう髪型をセットしてくださる方もいるんですけど、そうだけどでもあんまりなんか大幅にさ髪の毛変えちゃうとさ、その他の研究生で我慢してる子と違うかね、あの子は変えてるのいいなってなっちゃうから、まあ良くないんですけどね、そのマネージャーさんが許可しちゃったから。メイクさんって何が、え、その時と場合、そのお仕事の内容にもよる。公演は基本2人です。だけどなんだろうな、他のお仕事の時とかはたくさんいらっしゃるし、12周年公演の時とかはもう何人とかな、あの時は8人ぐらいはいらっしゃって、もう順番にバーッと入っていけるようになってましたね。少し戻ってきた、おかえりなさい。くるん大好き、あ、ありがとうございます。くるんしか勝たん、ありがとうございます。そうでもなんかねツーショット、そうでこのお仕事な、お仕事っていうかみんなと一緒だよ、みんなと今日は一緒にいました。仕事っていうか練習というかっていう感じ。今ドントディスターブです。もうちょっとでアナンちゃんのセリフが来ますね。ミクロネスカカタン、ありがとうございます。そう、松三昧、あ、何放送されてるのその松三昧のシーン、知らなかった、めっちゃ恥ずかしい。あ、アナちゃんが歌ってます。ドントディスターブほんと可愛い。でも私はドントディスターブね一番最初好きじゃなかったの。なんか私こういう曲すごい苦手で、歌番組出るよってありますか？ないです見れちゃんぐらいじゃない
ごちそうさまでしたなんて。今は石津とアナンちゃんが歌ってる。そうなんかね、こういうね曲があんまり体にすぐ入んなくて、こうゆったりしてるじゃん曲が。今は結構好き、なんか可愛いから結構カメラとかファンの方に可愛いポーズでアピールできるし、だけど当初は好きじゃなかったです。どちらかといったらバージンラブとか藤原の夏の方が振り覚え早かった。おしめのみくん名で幸せ、ありがとうございます。石津はなんか青の衣装似合うなってすごく思う。でも本当はカメラマンさんが自分向いてるかってなんかね、この辺のね察しれるようになったから、私本当今向いてる映ってるっていうタイミングが自分の中で分かるようになってきて、激しめの曲踊りやすいな、すごくない。でもなんかすごいさ、ファンの方がさ公演でミックル見るとなんか本当にザ・アイドルだったって書いてくれる感想すごく嬉しい。私が一番目指してるとこだから、そのもう王道アイドル系になりたいからさ、大馬さん、大馬さん、分かった。打ち上げ花火はまあこういう振りしかないからあれなんですけど、愛曲も好きだよ。でもここで映してほしいって思うとことかはもう言えないから、カメラマンさんにここ映してくださいなんて。あ、今バージンラブ始まった。3人が真ん中から出てきましたね。友達にゲーム見せたらミクロンが一番可愛い、嬉しい。じゃあその方ぜひファンになってください。あ、片手以上で出てきます。ちょっと今多分出てきて踊ってますね後ろで。なんかこの日のバージンラブなんか楽しくなっちゃってめっちゃ笑ってんの、曲に合わない。なんか大人っぽい笑顔じゃなくて結構ガッツリニコニコしてた。打ってる時とかこうやって。でもなんかこのバージンラブのステップの時なんかちょっと私ガニ股かなって思ってちょっと直そうかなって思って。私猫背だしガニ股気味の人だったんですけど、まあ SKE に入ってからはなるべくガニ股で歩かないように気をつけてるんですけど、気が抜けちゃうとちょっとガニ股目になっちゃうから。全然お得意もないんだけど、遠くから今度行きたいって言ってたから、連れてきてください。全力で釣ります。楽しいのが一番。そう、なんか楽しくなっちゃったの。恋愛の数は嘘じゃない。チーズフォンデュしか食べたくない。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。なんか見てるのも楽しいね、こうやってアーカイブで。なんかまあ自分たちが出てるし、あのやっている公演だから、まあ、あれなんですけど、感想結構好き。かわいい無理好き、ありがとう。ミクロに釣られたい。全力で釣ります。ミクロ今から再生したんだが見てみてください、公演ぜひ。ミクロしか勝たん、ありがとうございます。俺笑顔で返せなかった。
緊張しちゃった？あ、来ます、ウィンク。ウィンク来ます。おお、よかった、片目だけつぶってました。餌なくても、そうそうそう、釣られちゃう。でも嬉しい、本当に。なんか公園見てくださった方の感想とかでさ、あのミクルンは本当にってアイドルって書いてくる、ちょっと嬉しい。あ、そう、この日の25日の一番最後のバーチンラブで、このラブの時に映るね、映れるので見てください。そう、ゴー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 、ミクルに打たれました。そう、何回も打ちました、この曲。みんな、そうね、こんな大人な曲だから、結構今なんかショールームとかでもさ、こんな大人っぽい姿とか見れないじゃん。ステージだから、こういう曲だからこそさ。日付変更戦始まりました。これジャラってまた映れて嬉しい。これね、今までミキタンがね映ってて、まあすごいかっこいいなと思ってたんだけど、なんか自分がやってみたら、なんかちょっとかっこいい要素はなかったです。ちょっとポーズ変えてみようかな、研究してみようかな。なんかさ、ミレタンと並ぶと本当に身長差もあるしさ、余計体型でかく見えるんだけど、めっちゃ悩み。あの年末もキャパシティの時にミレタンと一緒のパートだったんですけど、すごいね、恥ずかしかった。しかもこの衣装だから余計、本当にアイドル。大人になんかなりたくないよ、止めて捨てて。ミクロめっちゃ映った、本当に。日付変更戦ね、私すごい好きで、なんか中曲が本当に好きなんですよ私。まあ、前半の曲より中曲の方が結構個人的に好きで、すごいあっという間に終わっちゃうの中曲。まあ、前半もすぐ終わっちゃうんだけど、もう MC って感じ、いつも気持ちが。二の、なんかこのさシーンの時に二の腕がちょっと揺れてないからちょっとふわふわになっちゃう。ミレタン、なんだかんだね、ミレタンって結構身長差あるんだよね。ミレタンでも一人でね、吉野家の牛丼とかね食べに行っちゃうよ、小6なのに。いやでも小学生って何食べても太らないですよね、それはある。いいな、ミクロの二の腕大好き。嘘、デブじゃん。なんか12周年の時はなんかダイエットとかしなくて もう自然に体重、あ、このさ、すごい個人的な話なんですけど、日付変更戦でニカちゃんが2番歌う時のこの大人な笑顔がめっちゃかっこよくて好きなんだけど、みんな見てみて。私の2番のパートの前のあのリカちゃんのめっちゃ大人な笑顔、ちょっとなんかずるいような大人なこうニコッとした顔がめっちゃ好き。あと慣れないの時のミオタンのこの顔をこうやってやる時好き。あ、ちょっとこの辺から前髪が崩れ始めてる。でもえ、待って、なんかさっきさ、あの気づかなかったって書いちゃったよね、配信してるの。全然まだ、今ね時計がね、妹がどっかに行っちゃったけど、パソコンであるから大丈夫。わかる、青がほんまに好き。もう30回以上入っていく、足りない、本当に。あ、このこれね、もう日付終わります。この日付はミレタンと新芽なので、
あ、そう、ナービーの後の、そう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 、そのリカちゃんに言っといて、ミクロにそこ、そんなさ、普段何あの、あんま自分その感想は言わないので、感想というかここの、ここ好きだよってあんま普段言わないので、ちょっとみんな友達に言っといて、ミクロンがそうやって言ってて、そう、ゲイリアの、なんか違う、その言おうと思ったら、なんかファンの方があの誤解してたりとかしたからさ、そうそうそう、先にその話しようと思ってギリアで始めちゃった。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。てれ、ここ好き、歩いてくとこ。この時はこうみんながこう下手上手に歩いていく時は、私はもう本当に猫背にならない、ガニ股にならないってめっちゃ意識しながら歩いてるそう、まあでもステージに立ってる時はさ、もう何気抜いてないから、まあ、自然と背筋伸びるんですけど、 MC は飛ばしちゃいます。次は僕の打ち上げ花火です。めちゃくちゃ可愛い子って紹介されてきました。なお紹介した人いない模様。どういうこと、嬉しい、可愛い子って紹介ってか嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。私もリカちゃん好きなんで、ミクロも好きって言ってましたじゃあ言っといて、そうやって普段そうやって好きって素直に言わないので、私は気持ちで好きって伝わってれば。めっちゃ存在してます、可愛い、ありがとう。あ、そう、これ見て、キャンメイクのリップちゃんと買ったんだ、この間。そう、公演前に買いました、リップ。パフォーマンスでみんなに見てほしいとこ。嬉しい、初見さんまた来てくれました。あ、そう、なんかさ、ファンの方で、この間も来てくださったファンの方で、もうなんかポチャッコにしてくれてたの、そのキャラクター、内輪のケースとか。なんかもし、なんかごめん、なんか私のせいで、私が好きって言ったからポチャッコにしてくれたんだと思うんですけど、皆さん、上までは閉まんないけど、なんか雪だるまみたい。ポチャッコにしてくれてて、そう、この間もお見送りでファンの方が、あのポチャッコにがうちわケースになってて、ポチャッコってこうやって口開けてやったんですけど、そう、あ、始まった、ちょっと待った、やっぱカメラの存在に気づいてるから思い出す。今年の目標は青顔当てていくことです。ぜひ来てください、待ってます。コロコロクリリン買ったけど、でもコロコロクリリン推しでしょ。コロコロクリリンね、なんかね、写真見てなんか可愛い、可愛く見えてくる。なぜなか、私なんかこの間の公演で、ね、ファンの方が載せてくださったなんかスクショの Don't Disturb で、なんかこのポーズしてる時の写真結構好きで保存しました。ちょっと見方がなんかちょっと怪しい、下から見てる人みたい。なんか最近私オレンジジュース飲みたいんですよね、ちょっと急に急な話だけど、今食べたいのはパンケーキが、本当にずっと食べたいの、パンケーキが。メールでも書いたんですけど、なんかエッグシングスが行きたいんですけど、なんかママもエッグシングスが行きたいってずっと言ってたんですよ、昔、本当に去年から言ってるのね、ママって。だけど私って、あのママじゃなくて友達と2回ぐらい行ったのかな、ママが行きたいって言ってる期間中に。でも本当に最近パンケーキが食べたくて、なんで食べたいのかちょっと分かんないんですけど、急に食べたくて、エッグシングスが。で、テレビ、たまたま私がこの夜髪の毛を乾かしてたら、テレビで
あのマツコさんの番組でなんかパンケーキやっててマジと思って、もうこんなタイミングでパンケーキやっちゃったら余計食べたくなっちゃうよと思って、そうで、なんかつい本当にこの間いつだろう、公演が25だったから23とかかな、天一の5人でですね、実はあのご飯をお昼ご飯ランチ食べに行ったんですよ。ランチでその後にスタバに行って、あの事務所の方に向かったんですけど、その時になんか私がパンケーキこれ見てこのパンケーキ美味しそうじゃないって普通に見せたら、なんかミキタンが、いやなんかミクルンがなんかパンケーキ食べたいって言ってたから、なんかパンケーキ食べに行けばよかったねってちょうど4人で喋ってたんだよねって言われて、そうね、その日の話しましょうか。その日12時に待ち合わせだったんですよ。12時に待ち合わせだったんですね、5人で。で私は何時に起きようと思ったんだろう、まあ、10時半ぐらいに起きる予定だったんですけど、あのまさかの二度寝をしてしまってですね、起きたら11時49分遅刻ってなったんですよ。やばい遅刻って、もう焦りました。もうこれがお仕事だったらもう本当にもう命があって感じだったんだけど、11時49分で、その日はメイクもちゃんとしてあのお仕事に行きたかったんですね、レッスンに、レッスンだったんですけど行きたかったんですよ。だけどメイクもできないし髪の毛も寝癖で、もうどうしようと思って、でもまずはみんなに謝んなきゃと思って、グループで5人のごめんなさい今起きました、今すぐ準備します急いでって言って、でもともと私はその車で行く予定ではなかったので、どうしても自分が使う交通手段だと12時10分ぐらいに着いちゃうんですね。だから前日の夜に12時10分ぐらいに着いちゃうって言ったら、リカちゃんがリカもちょっと5分ぐらいに着くって言って、まあ、結局ちょっと12時過ぎちゃうよっていう連絡を夜にはしてたんですけど、もうそんなところじゃないじゃないですか、11時49分だから。でもママがちょうど部屋に来て、えこっからそのご飯食べる待ち合わせのとこまでどれくらいかかると思うみたいな、間に合うと思うって言って、絶対間に合わないじゃないですか、その11分でつけるなんて無理だから。でも急いで飛び起きて、まず顔を洗って髪の毛もストレートアイロン当てて編めて、でもやばいやばいってなったら、なんかパパが仕事みたいな、仕事に遅刻しちゃうのみたいな感じで、いや違うって、5人でご飯ランチしに行くんだけど寝坊しちゃったって言って、パパがじゃあ送ってってあげるよって言ってくれて、まあその目的地まで一応パパが送ってくれるってことになったんですけど、まあ、12時は間に合わないの確実なので、1分でも早くあの待ち合わせ場所に行けるようにと思って、髪の毛だけやって歯を磨いて、で コンタクトだけ入れて、服レッスン着ちょっとおしゃれ、ランチ行くからさちょっとダサめなレッスン着はあれかなと思って、おしゃれな、まあ多少おしゃれな可愛いレッスン着で、車乗ってパパが運転してる時にメイクしました。メイクって言っても本当にマスクするからファンデーションはしないんですけど、あのリップとアイラインマスカラ涙袋と眉毛さえ、こっちの眉毛さえ描けばごまかせられるじゃないですか、前髪に隠れるから。だからもう車の中でいいやと思って、そうで結局着いたのが12時半ぐらいで、まあ、12時半に着く、本当にごめんね、先にあのお店選んでてもいいよって言って、ってそれは全然大丈夫って、それは全然大丈夫って言ってくれるじゃないですか。でも絶対みんなお腹空いてると思うし、そんな12時だし、でなんか本当に申し訳なくて、でなんか何階にいるって言って、でもう急いでエレベーター乗って、みんな見つけるじゃないですか、でバーって走って、みんなごめんねおはようって言って、もう本当にごめんね寝坊しちゃってとか言って、みんな大丈夫とか言って、あのご飯何するか決めたとか言ってみんなに言ったら、なんかミクルンだけではそんなテンション高いのって言われて、なんかまだそのミクルンのテンションに私たち追いついてないって言われて、なんかみんな4人でさいたからさ、なんかテンション高く喋ってるかなと思ったら、なんか結構控えめでした。なんか
もうねパパ優しかった。そのあれパパいなかったらもう本当にもっと遅かったと思う、着くの。もうね、その命、仕事で遅刻はもう本当に命なくなっちゃうかな。そう本当に、あ、こんばんは初見さん、ありがとうございます。そう、そんなことがありました、ついこの間。もう本当に申し訳なかったです。でも本当に申し訳なかった。だってさ、遅刻してさ、もうなんかみんな待たせてるから、もうバーって走って、みんなごめんねおはようみたいな、大丈夫ごめんね本当にみたいな、なんか何食べるか決めたとか言ったら、なんかもう私だけ一人でこんなもう焦ってて、みんななんか、あ、ここにしようかと思ってるみたいな、どうオミクロンとか言って、あのなんかお店の前に飾ってある看板のメニュー見て、ふくろこれ美味しそうだからこれにしない、ここにしよっかみたいな、みんな冷静すぎて、なんかむしろこんなテンションに来ちゃってごめんねって感じだった。焦った焦った。そう、そう、前もあった、お仕事の日に、お仕事ってもレッスンの日に、年末前かな、でもともと起きる時間よりも1時間ぐらい遅く起きちゃって、やばいみたいな、レッスン遅刻しちゃうってなって、パパが送っててくれて、もう起きて30分ぐらいでだったんですよ。もうだからレッスン場にいる時にはもうほんと起きて1時間も経ってなくて、なんかもうボーっとしてた。結構ある、本当に。でもなんかね、そのご飯食べに行く時の、その前日の夜目覚ましかける時に、なんか明日ちょっとなんか寝坊しちゃいそう、だから目覚まし多くかけとこうと思って、たくさんかけたのに二度寝を結局したんですよね。もう自分を恨みます、本当に。だから30分遅刻しました、本当に本当に、もうごめんなさいだった。なんか最近そういう、だからなんか、そう、遅刻って人の信頼を失うものなので、なんか申し訳なかった4人には。ミクラのショールーム見てないと禁断少女出てきた、禁断少女出てきたの、おかえりなさい。もうね焦っちゃう、もう焦った。そうで、その日スタバ飲んで、え、結局なんでこの話をしてたんだっけ、ちょっと何だったなんでこの話したんだっけ。本当にもう申し訳なかった。今約束ヨガ始まってます。私ずっとアンコールの拍手中には遅刻の話してた。あ、パンケーキ、そうパンケーキだ。で、多分私が いない時に、そのお店選んでる時に多分パンケーキの話を多分してくれてたなと思うんだけど、ミキタンが、そう、ミクロンがパンケーキ食べたいって言ってたから、なんかエッグシングスでもよかったよねって話して、優しすぎない、なんかもう私本当に大丈夫かなと思ったの。なんかミクロン遅刻だってとか思われてないかなと思って、そう、だけどそんなこと言ってくれるなんて優しいなと思いました。でもミオタン生クリーム好きじゃないから、エッグシングス行っても食べれるか分かんないし、全然いいよとは言ったんだけど、優しいですね。エッグシングスの話よくみんな覚えてるね。私小指短いのかな、小指の分かんない長さの基準が。パンケーキ、そうパンケーキが食べたいの。ミオちゃん、そう生クリーム好きじゃなんか、生クリームのなんかのブワッとした感じが嫌いらしい。ミクロンしか勝たん、ありがとうございます。ミクロン大好き、ありがとうございます、ありがとう。じゃミクロンと約束したい、約束よ、ミクルンをずっと押すっていう約束をじゃあ皆さんしましょう。エックシングス行きたいんだよね。でもエックシングスって私が知ってるとこだと栄かララポートにあるんですけど、ララポートも車で行くにはそんな遠いわけじゃないんですけど、なんかもうちょっとなんか
駐車場に止めたりとかしないといけないから、なんかそんなわざわざパンケーキだけを食べに行くためにララポートもあれだし、あと栄って駐車場がないじゃないですか。だからママと行こうってなってもね、行きたいんだけどね。しますさせてください、お願いします、一応ついていきますって。本当に約束だからね、指切り円満で、あの嘘ついたら、嘘ついたらなんだろう、針千本はちょっとなんかあれだけど、あの嘘っぽいかな、なんだろう、嘘ついたらもうメロンパンやらないもうやらない。ララポート、ララポートはねそんな遠くない。え、でもこの間学校もない日、あ、多分休日だったと思うんですけどね、お仕事もなかったのその日で、パンケーキが食べたかったからママにパンケーキ食べに行きたいって言ったのけど、駐車場に止めなきゃいけないからパパに電話したんですよ。で妹がパンケーキ食べたいからララポート行こうっていう作戦で言ったんですけど、パパが嫌だと言ったので食べに行けませんでした。嘘つきません、ミクルンしか、ありがとう約束だよ、ミクルン大好き、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。この前おしめんと約束できてニヤニヤが、リカちゃん嘘ついたら個人情報漏らすとかあ、殺し始まった。なんか今のポジションになってから殺し結構映るようになった気がするんですよ。あと今のポジションはね、こっちからのカメラマンさんの方が多いのね。あの今まではこっち側のポジションが多かったから、なんかあんま好きじゃない方向だったんだけど、幸せです。ほらもう一番最初からなんですけど、前髪が本当に動いてない。そりゃファンの人もびっくりよ。ハリセンボン飲んだ方がマシ、死んじゃうじゃん。そんなこと言わないで。ミョータの転石の踊り方好きなんだよね。そう、カメラマンさん、でもこっち側のカメラマンさんは女性なので、そう、そう女性だった、女性じゃないかと思った、まさかの女性だで、女性みたいで、え、女性だったのと思って、カメラマンさんみんなびっくりしてた。若い方です、こっちは。こう、そう、アナンちゃんね、この日の公演靴ひもがほどけてて、そう私もこの石で、あ、アナちゃん靴ひもほどけてると思って、でもなんかこのタイミングで靴ひもほどけても、あの抜けるタイミングわかんないよねって話はしてたんですよ、あのこの石だから。そうだけど、あのシンデレラの前は私アナちゃんと同じ入場のとこだからさ、あの喋ってたんですけど、靴ひもほどけてたね大丈夫って話をしてたら、そう、なんかアナちゃんが、あのみんなにあの怪我とかさせちゃったら大変だから、あの結びたかったんだけどって言ってて、でもアナちゃんも怪我したら大変だからさ、靴ひも踏んじゃったりとかして、転しって座ったりするしサイドステップとかするからさ、靴ひもで転んじゃってもあれだし、そう、でも優しいなと思いました。難しいよね。ミオタンはね、あれだよ、あの本当に日付も
全曲いいよね。シンデレラも結構好きだし。女性でも釣れますか。じゃあカメラマンさん釣ればいい。でも多分私がこのタイミングでカメラ向くって多分分かってくれてるんですかね。結構そのタイミングいつも映してくださる。お話ししたことはないんですけど、一回しか。なんかお水がっていう話しかしたことない。こんばんは、こんばんは。ミクロの表情も好き、ありがとう。靴ひも結ん踏んでこけちゃうとこ、そうそうそう。てんてん、じゃん。私あのアンコールありがとうございますっていうセリフを言うの初めてなんですけど、初めて言った時にあの舞台監督さんに、きっとあのその日2回公演の日だったんですけど、初めてこのセリフを言うのでなんかちょっと緊張しちゃって、あのきっとめちゃめちゃなんか照れながら言ってたから、もっと自信持って言っていいよって言われました。自信持って言っていいよって言われた。照れてたらしい。え、照れてましたかって言ったら、めっちゃ照れてたよって言われて、恥ずかしかったです。公演一応あのどこだあれまでは見ました。黒石までは。そう、照れながらアンコールありがとうございましたみたいなこと言ってたみたいで、恥ずかしいわーって言う。恥ずかしい。そういえば約束からの黒石の表情のスイッチの切り替わりが好きでしたって。あ、でもそこは結構自分の中で意識してる。あのなんだろう、ドントディスターブからバージンラブの時とか、その約束よから転がりシーンになるとか、やっぱもう曲がもう真逆の曲になるわけじゃないですか。だから結構曲が始まったらもう表情をバッて変えれる意識はめちゃめちゃしてる。だからドントディスターブも最後こうやってニコって終わるけど、バンジャラ始まったらちょっと表情変えるとか。初見です、ありがとうございます。照れてたらしい。自分ではね、照れてたつもりなかったんだけど、舞台監督さんに、人めっちゃ照れてたからって言われた。それ恥ずかしい。その表情は、ね、何もない星は誰のために輝いている。こんばんみくろ。みほりちゃん戻ってきました、おかえりなさい。やっぱでも配信でも涙袋ちょっとキラってしてるね。照れる。ミクロにしか勝たん。イエイ。そう。あ、すごい。でもこの間公演見に来てくださった方、あの配信見てくれてる。ありがとうございます。あ、そう。昨日のあの小雪フラグ見ましたか、歌番組。エゴさんすごい可愛かったんですけど、めちゃめちゃ可愛かったです。めっちゃ可愛かった。え、今アーカイブでラムネの飲み方公演やってる。見ましょう。見たいな。特に見たいのはなんだろう。でも結構見たいの多いかも。エゴさんだからね。鉄ナも出てるもんね。鉄ナも雨のピアニスト、前なんかあの雨のピアニストエゴさんがやってたのめっちゃ好きで、てか雨のピアニストめっちゃ好きなんですけど、曲が、まあ、エゴさんがやられてたら特にもう好きですよね。愛が溢れてしまいますが、結果もちろんエゴさんですよ。
フィンランド、フィンランドすっごいやりたい。フィンランドすごいやりたいんですけどね。私たちは全然ユニットクロスから見ようかな。38分から見ましょう。クロスから見ようかな。アメピアさん、わかる。衣装もでも好き。なんか結構赤の衣装いいなって思うんですよ。シンデレラもそうなんですけど、だから衣装もいいし、あと曲もすごい好きなんですけど、そうフィンランドやりたい。でかなんか可愛い曲はでもすごい、あの言われる、あの言われた、あのダンスの先生にも、ひとさんは可愛い曲ねって。だからあのミュージックビデオでセクシーチームってなってとか言って笑われましたね。ハート型ウイルス、あ、もうハート型ウイルスは絶対にやりたいと思ってます。あの絶対にやりたいので、あのもしやるってなったらもう全力で挙手する、やりたいですって。もうぜひ。だからでもやっぱり選んでもらえるのはやっぱりそのハート型ウイルスがこの似合うな、似合うなって思ってもらえるさ人にならなきゃね、選んでもらえないじゃん今のところ。多分かっこいい曲は任されることはないんでしょうけど、多分。でも本当にめちゃ笑われた。てかみんなに言われる、絶対セクシー言う。セリフ言いたい、全然やりたい。セリフとか全然恥ずかしくないから全然やりたい。ワルキーとかジッパーとか、なんかもうジッパーはでも本当にスタイルが良くなってからじゃないと やれないのであればそうそうそう。ワルルンね、やりたい。絶対遊びに来たよ、ありがとうございます初見さん。なんかすごいここ肌荒れてるよね、マスクかな。ありがとうございます初見さん、ありがとう。ジッパーはだから今17だから、まあまだですね、まあ、今年にはできるとは思わないけど。眠たいんですよね。そう最近ママにも書いたらファンの方優しい、なんか睡眠時間上げたいとかなんか言ってくれて、そう全然寝れてないから。みんな可愛い系のセクシーもいいと思う、やりたい。でも毒語もやりたいんですけど、そう毒語もやりたいの。結構やりたい曲多いですね。毒語もやりたいし、あと何やりたいかな。奇跡の流星群はやりたいって結構石ずっと話してる、やりたいよねって。奇跡の流星群は本当に好きな曲だから、今日も仕事終わって帰り聞いてたんだけど、再建10期みんなやばそうで心配です。なんとか頑張ってみんな生きてます。体、精神的と体、体力とかなんか全てがあれだといい。毒蜘蛛やりたい。毒蜘蛛だから、もうエゴさんが歌ってる毒蜘蛛好きファンじゃん。背中から抱きしめてとかリオの革命は会いたかった声でやりたかったんですけど、私はあの裏で見てる人だったので、そのジーザスから参加人間だったので。チョコの奴隷もやりたい。チョコの奴隷好きなんですよね。あとはなんだろう、なんだろうな。でも私のやりたかった曲の一個でキャパシティはできたことは私はすごく嬉しかったので、はい。あとなんだろう、なんだろう、毒蜘蛛はねやりたいんだよね。あの曲すごく好きで、そう。あの12周年もエゴさん毒語もねやってたじゃないですか。もうめっちゃ好き、めっちゃ好きなんですけど、そう私たちはあの映像をさいただけてるので、まあ、いつでも見れるんですけど、たまに夜中とかにこうちょっとなんかなんだろう頑張ろうって
やっぱりアイドルっていいなって思える。やっぱりそうやって先輩の映像とか見てると余計になんか思いますね。めっちゃ好き。キャパ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 シティ、始まった。もうやりたい曲本当に多いんだよね。でもなんか12周年公演の生写真をやっぱり見ると私細いよねって話しててなんかあの期間はなんだろう、まあでもほとんどコンビニでご飯を食べてたのもあると思うんですけど、もうなんか寝てないっていうのと、あと動いてて、たくさん動いたのか、ゲストリしてるじゃないですか、あの時の生写真。だからあの時が一番漏れたってみんなで喋ってる。リカちゃんとかめっちゃ言ってた。なんかファンの方がリカちゃんの生写真をそうくれて、そのリカちゃんが12周年の時なんですけど、リカめっちゃげっそりしてるって。生写真って公演の頻度だったの？あ、公演っていうかその12周年の期間中に撮ってた、リハとかやってる時だから本当に前日とかそんな感じだった気がする。違ったかな。こんばんは、こんばんは。アイドルっていいな、ミクルンっていいな、ありがとう。私たちの会いたかった、でも会いたかった声もね、たまにね見返すんですよ。そう、懐かしかったなって。今ちょっとデータに保存してあるからね。なんか一番最初のさ、このファンの配信で見てくださってる方たちのさ、一番最初出てくるじゃないですか、出演メンバーの順番に。アーシャがあれ知らなかったから、私たち一番最初に公演出させてもらってたから会いたかった声って。だから嬉しいよね、だってさ、出演メンバーの中にエゴさんも映ってて自分も映ってるって、もう感動。何時一番最初の曲、フィギュア、普通にオタクみたいなの見てるんだけど、同じメンバーとは思えない。その10期でこの衣装でも可愛いですよね。私フィギュアをこの公演のリハで知って、曲を好きになって、結構いろんな AKB の皆さんとかがやられてるフィギュア見ました。でもすごい合ってる、石津とミオタンっていう。どちらかといったらなんか表情とか、なんていうのかな、使い方が上手じゃない、これ。私笑っちゃうと思うもん、これやったらうんってで、なんかマキコさんがなんかカメラだとそのなんだろう、こうちょっと目が動いてるの分かっちゃうからみたいなアドバイスされてる時に、私絶対もういろんな子向いてないと思います多分フィギュアやろうと思ったらできるけど、なんか真顔無理、笑っちゃう。そんな詰め詰めスケジュールだった。うん、なんかもうそうですね、まあそれぞれ曲の数にもよるんですけど大変だったかな。だからすごい写真げっそりしてる、あの期間中。なんかケータリングもバイキング制だったから、コロナっていうのもあったんですけど、豪華で結構食べてたの。しかも朝からずっとメイクのとことか待機場所にいたりしたら、もう朝昼晩そこで食べちゃうみたいな感じだったので、ね、結構食べてたんだけど全然太らなかったの時は体重測っても本当に。コーラとかも飲んでたし、お菓子もめっちゃ食べてた。5人でお菓子集めて。そう、でもなんか本当に眠かったから、みんな移動の車の中で寝てたり、なんか面白い画像残ってたんですよ。会いたかった公演終わって
事務所帰って、あの次の日かな、青春ガールズ公演があったので練習したかったんですけど、もうみんななんか事務所の部屋でみんなこんな寝てんの、私がそれを写真撮ってて残ってて、そうみんななんかもうぼーっとしてました、この期間中フィギュアの真顔ね、チラッチラッ、初見さんありがとうございます。そうそうそう、全然ね太らなかった、ありがたい期間中でしたね。食べても太らないなんて本当に、寝てなかったからね、あの期間中。でも本当に楽しかった、この期間一番楽しかった。毎日みんなで一緒にいました、朝から夜まで。涙の湘南は私ちゃんと携帯にね、あの撮ってあるの、データで送られてきてるんですけど、いつでも見れるようにそのデータ画面録画して残してあるくらい涙の湘南好きです。もうめちゃめちゃ可愛くないですか、涙の湘南のエゴさん、ベレー帽かぶってめっちゃ好き、リハからずっとこうやって見てた、もう可愛いって。衣装可愛いですよね、これ。かわいい、本当に涙の湘南めっちゃかわいい。ガチ恋だね、そうかわいい。なんかなんだろう、もう本当になんか先輩だけど、なんか本当に同じ SKE のなんか方だと思えない、なんかもうファンとしていつもなんかもうお会いするたびになんかもうってなってるってなってる、本当に可愛いって、もうなんか遭遇しちゃったファンみたいなリアクションしてる。なんかそのロッカーとかが置いてある部屋とかにこう入って先輩がいたらお疲れ様ですとかこう挨拶をするじゃないですか、めこさんいるだけ可愛いってなっちゃう。でもエゴさんいつも手振ってくれたりとか、もう手振ってもらえるだけでなんかもうその日一日なんかもう頑張れちゃいますもん、本当に。だからこの間もあの水着の自撮りを上げてらっしゃった日にあの LINE で、あの水着めっちゃ可愛かったです、好きですって送って、だからファンの皆さんの気持ちを代表して連絡をしました、あの日。そうついねちょっとねあの連絡したくなっちゃってしちゃいました。お許しください皆さん。でもあんまりちょっとしつこくね連絡をしてしまうと、あのちょっとLINE 交換しなきゃよかったとちょっと思われてしまったら悲しいので、毒蜘蛛見たいと思います、エゴさんの12周年の。エゴさんからモバメの写真もらえた、だって。何モバメの写真って何